世界がドハマりする日本の漫画の特徴をご存知ですか？日本の漫画には、世界中の人たちが日本の漫画にドハマりする特徴がたくさんあるんだぜ。確かに日本の漫画やアニメは海外の人に人気よね。でも、日本の漫画にしかない特徴なんてあるの？うん。それらの特徴が日本の漫画やアニメを、世界に羽ばたかせていると言っても過言はないぜ。というわけで今回は世界がドハマりする日本の漫画の特徴を6つ紹介するぜ。視聴者の皆さんも、日本の漫画がどれだけ海外の人たちを魅了しているのかを予想して、コメント欄で盛り上がってくれると嬉しいわ。というわけで、ゆっくりしていってね。一つ目に紹介するのはストーリーだぜ。いや、漫画家がたくさんいるんだから色々あって当然だろ。まあ、確かに全く同じストーリーだとは言わないけど、大人も楽しめるようなストーリーの漫画があるのは珍しいんだぜ。え？そうなの？日本だと、逆にストーリーは大人向けのものが多いわよね。うん。最近流行した鬼滅なんかも、ストーリーは子供向けじゃなかったもんな。そうよね。呪術廻戦なんか大人の私でも難しかったわ。日本だと、大人も漫画を読むのが当たり前で、作り込まれたストーリーの漫画は数多くあるんだが、海外の漫画は子供向けに描かれている作品が多く、あまり大人が漫画を読む文化は定着していないらしいんだ。へえ、そうだったのね。知らなかったわ。だから海外の人にとって大人も楽しめるような、深い内容の日本の漫画は新鮮みたいだぜ。なるほどね。でも具体的に、子供向けの漫画ってどんなもののことなのかしら。主にアメコミのことだけど、海外の漫画はヒーローものが多いみたいだぜ。なるほど。確かにアメコミはそういうイメージあるかも。まあでも、戦後しばらくは日本の漫画も、子供向けの娯楽だったんだけどな。え？そうなの？うん、敗戦後の日本は GHQ 統治下にあって、出版活動の多くが制限されていた時代だったんだが、多くの人が娯楽を渇望していた時代でもあったんだ。そんな中、自由を得た数少ない文化的表現媒体が子供向けの娯楽だったんだ。なるほどね。それって漫画のこと？現代の漫画につながる紙芝居や、絵物語のことだぜ。絵物語？紙芝居らしさを残すように、挿絵の割合が多く取られた小説のことだぜ。へぇ、そんなものがあったのね。うん、それらが爆発的な広がりと文化的成熟を見せ、現代の漫画を形成していくんだ。なるほどね。でも、戦後いきなり紙芝居とか絵物語ができたとは思えないし、やっぱり元となるものはもっと昔からあったのよね。正解。漫画の起源は諸説あるんだが、古いもので言えば鳥獣戯画や北斎漫画などが挙げられるぜ。19世紀以降の近現代的な漫画の起源は、19世紀から20世紀初頭に盛んだった、新聞に掲載されていた風刺画だと言われているけどな。風刺画ね。社会や政治批判を絵にしたものよね。そういえば、歴史の授業で漫画の元だったって習った気がするわ。うん。ってことは、始まりは大人向けで、戦後からは子供向けだったってことよね。まあ、そういうことになるな。ただ、戦前までに発展した漫画の元祖と言われるものは、日本以外の国にも同じような形態のものがあったし、日本独自の現代の漫画文化とは、また異なるものとも言えるかもな。なるほどね。なんというか敗戦とともに日本の漫画文化は、全く新しいものに生まれ変わっていったって感じね。つまり、わかりやすく言うと、敗戦とともに日本の漫画文化は生まれ変わったんだ。いや、さっき私が言ったこと丸パクリじゃねえか。バレたか。いい表現だったから悔しくてつい。それで？いつ頃から日本の漫画が子供向けじゃなくなったのかしら？子供向けじゃなくなったというよりは、子供向けとして発展してきた漫画を、日本では成人も読み始めたってだけなんだ。そうなの？内容が変わったんじゃなくて、大人たちから進んで読み始めたのね。うん、その現象がきっかけで、どんどん日本の漫画のストーリーが、複雑になっていったのは確かだろうけどな。なるほどね。その他にも、大体の漫画が一人の作者によって作り上げられるという点が、日本の漫画のストーリーの完成度を上げていると言われているぜ。え？それって当たり前じゃないの？どうやら当たり前のことじゃないらしく、例えばアメコミは出版社が権利を持っていて、漫画家などの制作者は雇われて書くという形態であるため、何を出版するかは編集者が決めるらしいんだ。じゃあアメリカでの漫画家は絵を描くだけなの？そういうこと。そうなってくると大手出版社で新人が、自分の作品を発表することなど不可能になってきて、新しく斬新なストーリーが生まれてこなくなるんだ。なるほどねー。日本は新人でも売れるチャンスはいくらでもあるもんね。二つ目に紹介するのはキャラだぜ。キャラ？いろいろなキャラクターがいるのが珍しいとか？まあ、おおむねそんな感じだぜ。特に、美少女キャラクターは日本特有のキャラクターなんだぜ。へえ。確かにアメコミとかのキャラクターや、海外のゲームのキャラってなんかかっこいい女性が多いよね。うん。これには欧米のフェミニズムの考えが関係しているんだ。
フェミニズム？政治制度、文化慣習、社会動向などのもとに生じる性別による格差や、性差別に影響されず、男女が平等な権利を行使できる社会の実現を目的とする思想、または運動のことだぜ。ほう。それと、美少女キャラが海外の漫画に登場しないことに関係があるっていうの？うん。特に欧米での話なんだが、フェミニズムの思想の中では、従来の女性らしい女性が悪とみなされていて、その思想に表現の自由が奪われ、中性的な女性を描かざるを得ないんだ。へえ、そんな複雑な理由があったとは。大切な思想だけど、それに阻まれて、様々な表現が制限されてしまうのはなんだか悲しいね。そうだな。だからこそ、より表現力がある日本のキャラクターが世界中から愛されているんだ。そうなのね。うん。その証拠に鬼滅の刃だけで、アメリカのコミック業界全体の売り上げを、上回るような事態にもなっているんだぜ。え？そうなの？鬼滅だけでって、かなりすごいことよね。うん。じゃあここからは、日本の漫画キャラに対する海外の人の反応を紹介していくぜ。日本のアニメの女の子は魅力的で、個性があってずっと見ていて楽しい。日本のアニメの女性が好きな理由の一つは、愛と情熱を込めて描かれていて楽しいということ。日本のアニメの女子キャラはほとんどが男性も女性も魅力的に描かれてる。なるほどね。やっぱりキャラごとに個性がある点が魅力なのね。うん。それ以外にも、キャラの心情が細かく描かれている点も魅力なんだとか。確かにね。心情がしっかり描かれているから感情移入できるし、そのキャラに夢中になれるもんね。うん。でもこれを多用するのは日本だけらしいんだ。へえ。そうなのね。本音と建前を使い分ける日本人に、伝わりやすい技法だからこそ多用されているのかもな。確かにそうかもね。三つ目に紹介するのは画風だぜ。絵が細やかってことかしら？その通り。確かにその点には同意よ。日本の漫画とかアニメって、とにかく絵が綺麗なのよね。うんうん。霊夢がそう感じているのと同様に、海外の人たちは、日本の漫画家たちの画力に脱帽しているみたいなんだ。そうなのね。漫画は静止画のはずなのに、日本の漫画のキャラクターは、表情が細やかに描かれているため、動いて見えると言われているくらいだぜ。その気持ちなんとなくわかるわ。私もだぜ。じゃあここからは、日本で有名な漫画家の絵を見た海外の人の反応を紹介していくぜ。鳥山先生のディテールへのこだわりはクレイジーなレベルだよ。鳥山先生のファンだよ。マシンや恐竜、モーションもすごい。彼の描く作品はどれも躍動感があるんだよ。鳥山先生ってドラゴンボールを描いた人ね。うん。俺は織田の絵柄かなり好きだよ。オリジナリティがあってそこがいいんだ。それぞれの先生が自分の絵柄を持ってるのが最高にいいよね。日本の漫画には、決められたスタイルなんてないことがわかるよ。織田？って誰かしら？ワンピースの作者、織田栄一郎先生のことだぜ。なるほど。やっぱりワンピースやドラゴンボールは人気なのね。うん。他にも、日本の有名な漫画家たちが、絵とサインを描く動画を見た海外の人たちは、みんなその速さに驚き、技量の高さに感心していたぜ。確かにね。絵が上手い人って、魔法？ってくらい簡単そうにサラサラっと描いちゃうもんね。だな。私には絶対無理だな。私も。でも日本の漫画の凄さは、画力だけでなく小回りにもあるらしいんだ。小回り？海外と日本の小回りは違うの？うん。日本の漫画の小回りや描写は、海外の漫画よりも細かくなっていて、漫画の世界に入りやすい構成になっているんだ。へえ。小回りに、そんな役割があったなんて考えたことなかったわ。細かい小回りは、流れがわかりやすく、まるで映画を見ているように、どんどん読み進められる効果があるらしいぜ。そうなのね。まあ、横書き文化の欧米では、左開きが一般的だから、日本の右開きで右から左、そして上から下へと読み進めていくスタイルには、最初戸惑うみたいだけどな。そんな違いもあるのね。うん。近年は日本の漫画の世界的な普及により、右開きの漫画でもスムーズに読める外国人が多いみたいだけどな。そこまで日本の漫画が普及してるって証拠ね。四つ目に紹介するのはジャンルだぜ。ジャンル？学園ものとかそういうの？うん。今一番最初に霊夢が思いついた学園ものも、海外じゃ珍しいジャンルなんだぜ。そうなの？学園ものって日本じゃど定番なのにね。他にもスポーツ系、バトル系、ファンタジー系、サスペンス系とか漫画のジャンルって色々あるよね。そうそう。最近だと転生ものとか流行ってるよな。へえ、それは知らなかったけど、現在進行形で様々なジャンルが生まれ続けている証拠だな。確かにでも、日本の漫画が人気になっていくにつれて、それに対抗するために、海外の漫画のジャンルも増えていってたりするんじゃないの？普通はそうだよな。だが、日本ほど表現の自由がある国は少なくて、多様な物語を作るハードルが高いみたいなんだ。そうなの？
確かに欧米ではキャラを描くとき、フェミニズム思想の影響で、思うようなキャラが描けないって話だったものね。そうそう。それについ最近まで色々な規制がかかっていて、ジャンルやストーリーに個性や、多様性を見出すことが難しかったみたいなんだ。へえ、アメリカは自由の国って言うからそんなイメージなかったわ。私も。もちろんアメコミが生まれた最初の頃から、規制だらけだったわけじゃないんだけどな。あら、そうなの？うん。1954年までは、アメコミにもスリラーや刑事もの、ミステリーなどの様々な種類があったんだぜ。ヒーローものだけじゃなかったのね。うん。だが、ロックやラップのようにアメコミは、青少年への悪影響を及ぼすものだ。という人がいたことをきっかけに、様々な規制がかかり始めたんだ。へえ、ロックやラップもダメだって言われてたのね。私がイメージしてるアメリカより随分厳しいわね。そうだな。しかもかなりたくさんの規制があって、8歳の子供が理解できる程度の作品しかその規制をパスできなかったみたいなんだ。なるほどね。だからジャンルをヒーローものに絞らざるを得なかったわけね。そういうこと。海外の漫画が子供向けが多い理由にもつながるわね。うん。複雑で深みのある物語や、個性豊かなキャラを描けない理由も、この規制が大いに関係しているぜ。そういうことだったのね。日本の漫画のクオリティの高さは自由度の高さにあったわけね。そうそう。まあ、そんなアメリカでも、少しずつ規制が緩くなっていったみたいで、2011年に、コミック倫理規制委員会という規制をかけていた団体はなくなり、現在は、それぞれの会社の自主規制によって内容を精査しているみたいだぜ。へえ、じゃあ今なら色々なジャンルのものが描けるんじゃないの？まあな。でも、アメリカなどの海外では、すべての人に配慮したより中立的な表現を心がける動きが大きいから、やっぱり日本ほどの自由度はないんだ。なるほど。さっきのフェミニズム思想のことよね？うん。こういう特定の要素を持った人々やグループに、不快感や不利益を与えないための対策のことを、ポリティカルコレクトネスと言うんだ。初めて聞いたけど、日本のテレビのコンプラ的なものと同じ感じかしら。まあ、この取り組み自体は、多様性を大切にすることにつながるわけだから大切なことね。そうなんだ。だけど、それを過剰に気にするあまりアメコミのジャンルの幅は広がらず、さらにキャラクターも中立的で正しく、完璧なキャラが登場する漫画になってしまうみたいなんだ。なるほどねー。ポリティカルコレクトネスは大切なんだけど、それが表現の自由を奪いすぎてしまうっていうジレンマが発生してるわけね。そういうこと。でも、これは日本も例外じゃないでしょ？日本でも多様性が叫ばれる時代だし。まあな。だから実際一部の海外の人からは、日本の漫画は、ポリティカルコレクトネスを全く無視した作品ばかりだ、もっと非難されるべき。と言われているみたいなんだ。難しい問題だけど、漫画が正しいだけの、無難な読み物になってしまうのは避けたいわね。そうだな。まあ、世界の人たちのほとんどが、日本の漫画を称賛し愛してくれていて、その多様なジャンルやストーリー、個性あふれるキャラクターに魅了されているのも事実なんだけどな。むしろそっちのイメージしかなかったわ。よし。じゃあここからは、海外の人たちが日本の漫画のジャンルに対して、どんな声を上げているか紹介していくぜ。アメリカのコミックにも多様性が必要。漫画には、料理漫画とかあらゆる種類のスポーツ漫画、それに農業の漫画まである。鉄腕アトムの作者なんてアクション、ロマンス、コメディ、生々しい暴力描写、性的なテーマまでいろんな作品を書いてたよね。つまり日本はスタートから一歩先を行ってる。日本の漫画のジャンルは多様性に満ちてるよね。ジャンルが豊富である点は、日本の漫画の魅力の一つだってよくわかる声ばかりね。そうだな。日本は今でも、作者が好きなように作品を書くことができる国であるため、これだけジャンルが豊富なわけだが、それに対して、海外の多くの漫画ファンが日本を守りたいという熱い声も上げていたぜ。これからも自由に、漫画を書き続けることができる日本であってほしいってこと？その通り。私もそう思うわ。5つ目に紹介するのはバイロだぜ。バイロ？海外に対する販売の経路ってことよね？うん。そんなの普通に、その国の言葉に翻訳して、紙媒体や電子媒体で販売するだけでしょ？まあ、超簡単に言えばそうなんだけど、日本と海外の書籍流通の仕組みはかなり違うから、海外で日本の書籍を販売するのは簡単なことじゃなかったんだ。そうなの？うん。日本だと東販や日販などの大手取り次ぎ業者が、出版社から全国の書店へと本の流通を一手に取り仕切っているから、制作側の出版社は漫画本を含めて、雑誌も書籍もそこに任せればいいんだけど、海外の場合は、日本と同じような取り次ぎ業者も仲介システムも存在していない場合が多いんだ。それじゃあ、海外の書籍はどうやって小売店にたどり着くの？よし。じゃあその仕組みを、またまたアメリカを例に説明させてもらうな。うん。
わかりやすくお願いね。アメリカには大手の取り次ぎ業者はないんだが、出版物の種類ごとに専門の取り次ぎがいたり、出版社の刊行予定書のカタログを持って、小売店に営業するセールスマンがいるんだ。ほう、その人たちに業務委託するの？正解。その業務委託する相手の得意とする地域や、分野ごとに流通経路を形成しているから、出版社自らが複雑な委託を経て事業を進めなければならないんだ。なるほど。確かに日本で販売するよりは難しそうね。そうなんだ。だから1990年代終盤に差し掛かるまでは、日本の漫画市場はアメリカでかなりマイナーなものだったんだぜ。ええ、今じゃ考えられないわね。そうだよな。でも、そのマイナーなところからどうやって有名になったの？それは、好調な売れ行きを示す漫画が途切れなく登場したことで、日本アニメの専門雑誌も刊行されるようになったからなんだ。へえ、結局は地道な販売活動が実ったわけね。そうみたいだな。その発展を基盤として、少年ジャンプのアメリカ版が刊行されたのが2002年11月のことで、この出来事は日本の漫画が海外で、メジャー化したことを象徴する出来事とも言えるんだ。なるほどねー。だからジャンプ漫画が好きな海外の人が多いのね。そうかもな。日本の漫画を翻訳するのはかなり難しいようだし、海外の人たちに日本の漫画を届けるのは、バイロに限らず結構大変だったみたいだぜ。確かに、擬音っていうの？フッとかギチッとか、そういうのを翻訳するのって難しそうよね。その通り。そういうのをオノマトペって言うんだぜ。へえ、なんか聞いたことはあるわ。まあつまり、様々な困難を経て海外進出に成功したことが、日本の漫画を世界的に有名にしたんだ。そうだったのねー。簡単なことじゃなかったのね。そうだぜ。なんならもう一つ海外に向けたバイロが増えたことで、現在さらに日本の漫画の海外人気が加速しているんだぜ。もう一つのバイロ？どこかしら。2019年初頭に、集英社が始めた海外向け漫画配信サービス、漫画プラス、バイ、集英社だぜ。え、あれってもともと海外向けのサービスだったの？そうだぜ。海賊版対策に始まったサービスだったんだが、海外の読者にとって最新話がこれ以上ないほど早く読めることや、それが一部無料で提供される点はかなり魅力的だったみたいだぜ。なるほどね。最後6つ目に紹介するのはブランドだぜ。え？漫画のブランドって何？海外からしたら、ジャンプとかサンデーとかはブランドみたいな認識なの？もっと広いかな？日本の漫画そのものが、日本のブランドみたいなイメージだな。ブランドの意味がわからなくなってきたわ。ブランドってなんか高くて、ロゴがあって、みたいなものを指すんじゃないの？そういうイメージが強いが値段は関係なくて、そのものに時間や対価を払ってでも得たい価値がある。と共感する人がたくさんいるものやサービスのことなんだ。なるほど。確かにその定義に漫画は当てはまってるわね。だろ。だから漫画は日本の文化であり、ブランドなんだ。理解したわ。まあ、このように漫画が日本に根付き、日本独自の進化を遂げたのは、皮肉にも敗戦したことがきっかけなんだけどな。ストーリーの話の時に、敗戦後に漫画が生まれ変わったって言ってたものね。唯一制限のなかった娯楽が子供向けの娯楽だけだったから、漫画が発達したってことは説明したんだが、実はもう一つ理由があるんだ。そうなの？どんな理由？それは、紙とペンさえあれば生み出せる、コストの負担が少ない娯楽だったからなんだ。ああ、敗戦後の日本はお金なんてないものね。そうそう。お金持ちのアメリカなんかでは、映画などに莫大なお金をかけて、それらを発展させることが可能だったんだけど、お金のない日本で、映像を作るなんてことは難しかったからな。じゃあ敗戦を経験してなかったら、もしかしたら日本の今の漫画は存在してなかったかもしれないのね。そういうこと。その他にも四季を感じられる日本だからこそ、感性が研ぎ澄まされ、これだけの名作が生まれたんだって意見もあるぜ。なるほど。日本の風土や歴史的背景が日本の漫画を生み出したってことね。その通り。さて今回は世界がドハマりする日本の漫画の特徴を6つ紹介したぜ。日本の漫画が世界に愛されているのには、いろいろな要因があるってことがよくわかったわ。それはよかったぜ。これからも日本の漫画のさらなる飛躍に期待したいな。というわけで今回は以上だぜ。最後まで見てくれてありがとうな。チャンネル登録やコメントなども、ぜひよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう、だぜ。